聞け。我こそは我にして我らなり。我が語るは我らの物語。されどここは聞くものなき、ガラスとコルクに封ぜられし小さな世界。それは誰の目にも触れることなく、我が物語のすべてを封じて、我が心の海をたゆたいて、海の藻屑と消えてゆく。はあ、ここはどこなの？そして私は誰なの？ならば聞こう。どこがいい？誰がいい？私を優しく包んでくれる場所ならばどこだっていいわ。優しくしてくれるなら自分が誰だっていいわ。そうさ、僕たちには、私たちには、どこで誰かなんて些細なことなのだから。そう、我らにとってそれはとてもとても些細な。少なくともその日を迎えるまで、なぜに我らは新しき運命に投ぜられねばならぬのか。それは突然にして唐突なる運命の宣告。それは僕が望んだ運命じゃない。でも踊らせたわ、自分の胸を。新しい運命は僕をどこへ誘うのか。どこへだって構わないわ。そこが僕たちに、私たちにとって優しい場所でさえあるならば。親を持たぬ悲しき子供たちが集いし、仮の住処にもたらされる神の救いの知らせと、新しき運命にてもてあそぶ悪魔のゲームへのいざないなのか。我らにはそれを知るよしもなし。されど我らは信じたい。それが神の救いが差し伸べられたという福音の知らせであると信じたい。でもどうしてそれが私に。私には信仰も何もない。ならこれは福音じゃない、悪魔の誘いさ。されど我ら運命に逆らえるよしもなし。ああ、我は我にして我らなり。願わくば新しき運命が我らを祝福せんこと。時は西暦1976年4月。春を語るにはあまりに寒き頃に、新しき異教は何ら変わることなく、朽ちた空気と隙間風で我らを苛むのである。第一章、新しき生活。以上が当家のルールです。厳しいですが、当家でしつけられたことが皆さんの将来にきっと役立つものと信じています。はい、奥様。ではこれで今日はおしまいです。明日からは早いですよ。消灯時間を守るように解散。はい、奥様、ありがとうございます。じゃあ今日はこれでおしまいよ。明日からはシフト通り。奥様は時間に厳しい方よ。あんたらが寝坊したら私の責任にされるわ。寝坊したら蹴り起こしてやる。いいわね。
ところでこの子何者？どうして使用人に選ばれたわけ？あんたについては学業最優先でと奥様からも源氏様からも言われてるわ。でもお給金は出るんですってよ。意味わかんない。こいつそんなに勉強できるの？天才児？全然しんないです。なんか病弱とかって隔離されてたらしくて、家でも全然知りませんでしたし。ここに来た以上連帯責任なんだからね。あんたがドジれば福音の家の全員のドジだと思われるのよ。せいぜい気合い入れなさいよね。大丈夫よ、私も一緒だから二人で頑張ろうね。シャノンは怖くないのかい？この家はなんだか厳しそう。ううん、全然怖くなんかないよ。あなたが怖いと思うから怖くなってしまうだけ。じゃあ楽しいと思ったら楽しくなるのかな？うん、楽しくなるよ。だからここでも笑顔で頑張ろう。シャノンは福音の家からの唯一の友人だった。彼女はしっかり者で人気者。我とは大違い。我は呆れるくらいにのろまで、要領が悪くて、誰も友人になどなってはくれなかった。そんな我が、福音の家で頑張ってこれたのは、彼女がいつも励ましてくれたからだ。なら、ここでも彼女と一緒に頑張れるだろう。さあ、早くね支度をして休もう。私は明日からすぐにお仕事だけれど、あなたは別のお仕事があるわ。そう。私はみんなと違って学校に通わなければならない。六軒島で泊まるときは学校の支度をして船着き場でお嬢様をお迎えしなくちゃいけない。お嬢様、元気そうな人だったね。仲良くなれるといいね。仲良くなれるかな。私、学校は怖いよ。緊張するよ。福音の家での生活に慣れていた我にとっては規則ゆるき学校など気楽なもの。しかし慣れるまでは全てが新しく、そして不安なのだった。
寮でのお部屋も一緒だね。ええ、福音の家から毎年何人かの使用人が入れ替わりでやってきていました。あれに関しては親父殿が先方と決めて勝手にやっていたことだからね。私たちには何も口出しできなかったよ。身寄りのない子供たちを当家が厳しくしつけ、そして社会へ羽ばたいていくのを応援するのが止める後宮家の社会への義務と思っていましたから。どんな子たちが後宮家へ来ていたのかしら。きっと貧困法制、真面目で良い子で可愛い子たちさ。ギラギラとしたハイエナみたいな子が多かった印象です。上昇志向が強かったと言いたまえ。身寄りのない気の毒な子たちだ。貴重な機会を踏み台に自分の人生を必ず掴み取ってやろうという気概にあふれていたよ。みんな学校生活と使用人生活を両立してたの？それは大変だね。ほとんど働きやしない。学校に通いながら働く子などあの子以前には前例もありませんでした。正直最初の挨拶の時に驚いたよ。明らかに幼かった。他の子たちは16歳から18歳くらいなのだが、その子だけはさらに10歳は幼く見えた。福音の家から来る若すぎぬ使用人はあくまでも社会勉強として当家に訪れているのであって、そもそも使用人としての腕前はあまり期待していません。そうだな。やはり大人の年季の入った使用人たちに比べるとどうしても頼りないものだ。それが未就学の子を受け入れるなんて、家事は愚か、社会勉強どころか義務教育もまだではありませんか。お父様にどんなお考えがあったのか存じませんが、明らかにおかしいと思いました。親父殿には申し上げたさ。せめて中学を出るまでは福音の家で学ばせるべきではないかとね。そうしたら金蔵はなんて？決まってるさ。こう答える。おお、ベアトリーチェ。当時はもうすっかりオカルトかぶれの書斎ごもりさ。余計なことを言えば我が思考の旅の邪魔をするなど怒鳴られる。お父様のお決めになることは絶対ですから。しかしあの子についてだけは腑に落ちませんでした。福音の家にも問い合わせたさ。そしたら源氏さんに聞いてくれと言う。源氏さんに聞いたら親方様に聞いてくれと言う。親方様に聞いたらベアトリーチェと言う。真実は誰にもわからないのね。島に子供はジェシカしかいない。使用人たちはよく娘と遊んでくれたようだが、やはり娘は年の近い友人を望んでいたよ。学校だけでなく家でも遊べる友人をね。ジェシカを不憫に思い、お父様が気を利かせたに違いないと私も思うには思いました。しかしそれなら私たちにも相談していただきたいとは思いませんか。娘の友人には誰がふさわしいかは私たちが決めるべきです。おっかない。夏日は公演デビューが苦手そうだ。源氏の配慮と見るべきだろうな。でしょうね。源氏さんはその世界の私がおじい様の血を引くと知っていて、特別な配慮をして六軒島に呼び寄せたのでしょう。体調はもう大丈夫なのか。いろいろとショックが大きすぎただけです。もうめまいくらいしか。この世界では次期当主、しかし世界が違えば使用人、いや魔女だったかもしれない。お前も難儀な運命だ。全くです。知ったことを後悔はしませんが、今からでも忘れられるならそれを選びたいです。面白いじゃない。使用人なのに実は当主の血を引く隠し子なんて、まるで童話のようにロマンティックな話よ。ロマンティック？母さんの気持ちを考えると複雑です。そうね。夏日にとって
この世界のリオンは育てろと押し付けられた気に入らない赤ん坊に過ぎない。そしてそれを拒絶した世界でもある。夏日にとっては自分の腹を痛めたジェシカの方が何百倍も可愛いわ。自分の血の入らぬ赤ん坊なんて汚らわしくて生温かい汚物の皮袋と同じよ。言葉を選べ。俺でもケツをつねるぞ。ありがとうビル。だいたい話は見えます。だからこそ私は母さんに一層感謝しなくてはならない。この年になるまでこんなにも公平に育ててくれたことを。奇跡的な確率でだけれどね、動物というのはね、自分の血が入らない子供にはいつも残酷なのよ。ライオンとかもそうでしょ。ゲンジはおそらくこう考えた。この世界のリオンは正しい血統を持つ後宮家の人間だ。なんとか六軒島で生活させてやりたかった。しかしいきなり連れてきてこの子がそうですというわけにはいかなかったわけだ。でしょうね。島で生活させてなじませ木を見て打ち明けるつもりだったのでしょうか。しかしこの世界のリオンは特別扱いを受けていたわけではないな。現に銀の指輪は存在しない。おじい様のお耳には入れなかったということでしょうか。ゲンジにとっての打ち明けるべきタイミングがとうとう訪れなかったということかもしれねえ。いつの日にか愛しきベアトリーチェの血を引きし忘れがたみが生きていることをゲンジは伝えたかったのであろう。しかしそれを伝えるのは容易なことではなかった。どうして容易じゃないんだろう。バカね、夏日が知ったら大変よ。ああそうか、リオンが突然現れたらジェシカが次期当主じゃなくなっちゃう。それは知れば知るほどに容易ならざる物語。我の生まれを祝福する者もいれば祝福せざる者もいる。ゲンジはそれを明かす日を静かに待つしかないのである。それはゲンジの胸だけに秘められた物語。リオンも金蔵も夏日もクラウスもジェシカも誰もみんな知らない物語。かくしてこの奇妙な物語は1976年にゆっくりと幕を開けるのである。ああ我こそは我にして我らなり。なぜに運命は核にも我らを捨ておいて自由気まま身勝手に進むのか。しかしいつもそばにいて同じ待遇であるべきと思っている福音の家の使用人たちは違う。彼らは明らかに自分たちとは違う我の扱いに日々の小さな不満を蓄積させていったのだった。